笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで、イタレとか。いや、違いますよ。ホエティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、ウイダブってみようやど。あやっさや、あ、わかった。どうぞ、ドキドキよ。せーの、ドレ。なに今の。みんなとね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ。おす、あ、ナルトラが、はい、すっさー、はい、うん、8月最後のフリムーンラジオ、うん、始まりまります始まりまりますって言った。始まりまりますね。はい、こんばんは、イケペイです。はい、ホワイティです。はい、こんばんは、ナルトラです。はい、そして大城智也でーす。あ、トマちゃん入ってる？よろしく。今入れた、ごめん。入れた、ういっす。はい、はい、改めましてこんばんは、大城智也です、よろしく。イエーイ。3回目のフリムーンゲストですね。そうですね、今日はありがとうございます。お久しぶりです。はい、そして、はい、うん、あ、俺、はい、あ、ウィー、はい、ミキサーのエコザイルです。イエーイ。いつもいつもワンテンポ遅れるから。あれ、俺みたいな感じですね。スイッチが遅いな。遅い遅い遅いな。都のゆったりとした時間が流れてます。うん、裏方なので、うん、半分は。じゃあいきますか、はい、今日のお当番。はい、あ、そうか、いきましょう。あ、僕ですね。どうしたどうした。あ、すいません、うん、去った日曜日なんですけどね、はい、あ、2週前になるのかな、はい、RBC アイラジオでは、はい、愛の歌歌うためにで、魂さん、おなじみの魂さん率いるシャオロントゥーザスカイ主催の、うん、グスクロックフェスっていうののボランティアスタッフで参加したんですけど、うん、はい、グス、中グスク城跡って行ったことあります？一回だけ。一回だけ。あ、すごいいいね。いいですね。すごいよね。あの、本番始まる前ちょっと時間あったんで、うん、あの、上まで登ってみたんですよ、うん、裸足で、うん、あいてあいてあいてって言いながらこう一瞬こう吹き分けこうあいて一人で上からこの景色見下ろしためちゃくちゃ綺麗だ。あそこすごいよね、ほんとね、うん、僕の夢が、うん、いつかジャンボ1等取るじゃないですか。はい、取ったら、うん、沖縄の細長い一番くびれた部分、高台の部分に家建てて、はい、東海岸から上がる朝日を眺めつつ飲む、はい、そして、うん、西海岸に落ちる夕日を眺めつつ飲むっていうのが夢なんです。お、決まりました、僕の永住の地、長城城の上です。すごいな。建てます。どれだけ稼げばいけるんでしょうか。建てていいのかその前に。まあ、なんやかんやします、ね、山内さんに頼みます。局長頼み。一番やばいやつだろ、うん、まあ、何が言いたいかっていうの、一度中城城跡行ってみてください。おすすめです。あそこすごい、本当に、はい、あ、もちろんグスクロックフェス自体も最高でした。うん、ということです。はい、はい、以上、はい、今週のオープニングイケペイでした。はい、ありがとうございます。なんかイケペイが意外とまともなこと喋ってるな、ね、なんすか、なんか調子くるな。まともって書いてイケペイでしょうがよ。はい、はい、そんなオープニング後はお送りいただいたメッセージというわけで、今夜のテーマは似てる。似てる、似てる、すごいね、ツイキャスに字が出てる。そうですね、先ほど僕が入れさせていただきました。こうやって、もうこれで、ね、指させるやつだ。わかりやすい、わかりやすいと思います。宛先はこちらに、はい、あ、こっちか、わからん。何してる。何かはしてる。で、16分頃からハイバル姉さんのいい加減な人生相談コーナー、今夜のハイバ引きはレイです。レイ、レイですね、はい、レモンのレイです。はい、今日は振る相手が一人いるからな、もしかしたら姉さんがね、え、まさか友役に割引させるかもしれないですね。わあ、これ、いいね、楽しみだな。楽しみですね。なんだかんだ我々より長いことラジオで喋ってる人ですから。そうですね。相当すごいビシッとした切り返しが期待できるかもしれませんね。ちょっと CM 中退出しようかな俺。一度入ったら逃げられないよ。ハイバル姉さんをね、俺一回怒らしちゃったんだよ。あの、覚えてるんだ。今度のさ、4月に来た時にさ、じゃあもう私帰る、バカ。覚えてるんだ。バカって言われた。バカ。
さあそれは姉さんは覚えているでしょうか、ね、今でも根に持っているんでしょうか、ね、そうだよね怖いよ、はい、40分頃から名古屋支部からの35分から名古屋支部からの生、はい、まさしく生、うん、生による生の中継でございます生を強調します。生はい、でメールアドレスは moon@fmginowan.com、moon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイートも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもーれ、 R サプライ、トリプル8、名古屋ライブハウスコタン、フリムーンファミリーの提供でお送りします。ここで皆様、スティックファンの皆さんに悲しいお知らせがあります、はい、今週も、イケペイさんのイケペイによる棒読み、そう、あのスティックコーナーはお休みです。申し訳ありません。僕の唯一のあの日の当たる時間なんですけどすいません、しばらくですね、新しい原稿に変わるまではノースティックとなりますので、皆様ご了承ください。そのせいで僕のフリムのギャラも落ちてますいつ上がってたのいつもは1本につき8万6千なんですけど、あれ、そんなどっから出たの、山地院の局長からの、局長ちょっと教えて今は720円です落ちたね、最低賃金じゃないですか落ちたね、だいぶ、ドギヤオゾワさんからいきなり、うん、なんでよってじゃあ、あの代わりにメール一通棒読みさせましょう。ああ、なるほどね。素敵。これでスティックワンのためにちょっと後で楽しみ取っておきます。いや、あれはあれでスラスラ読みますよ。いや、棒にしないと。そうだな。まあそれも楽しみということで。はい、うん、はい。一旦 CM 行っちゃいますか。はい。行きます。はい。ヒロキックスがまた意味わからん。もみの声が聞きたくて FM797 聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく聞いてください。フリムーンラジオ、いいですか、行ってみるか、はい、イケペのメール、はい、イケペのメール読み。今日のフリムはちょっと一味違いますよね。 CM 中、ともやくんのギターを僕らは聴けるという贅沢を、うん、なんかゆったりした時が流れてるような感じですけどね。すごい、うん、はい、おい、いい音色を聞きながら話す内容はゲスなことばっかり、うん、おゲスの本人だ。おはい、じゃあ、僕から一通久しぶりにメール読みます。はいはい、たいフリムーンの皆さんこんばんは、うん、月の光を浴びてアレックス枕言葉細かすぎて誰かわからんよと私が似てると思う人ランキング、うん、3位ホークスの福田周平と、うん、シンクロナイズドスイミングの小谷美香子さん、うん、2位ホークスの中村これはアキラって呼ぶんですか ね、 ですかね、はい、ホークスの中村アキラとイーグルスの島内博明1位うちのおかんとキャッシー中島、うん、わかるわけがない
おかんとキャシー中島さんは太さ具合、髪型、目がそっくり。そこ。では私は全然キモい、あ、でも私は全然キモいと思いません。うん、ナルトラさんのセリフコーナーをお願いします。はい、来ました。はい、はい、あ、見える？あ、オッケーです、オッケーです。よし、ともやくんも今日ラッキーだよ。ラッキーだね。ナルトラの、うん、ナルさんちょっと準備するから待って。そうですね。エコちゃんがエコ入れるから。はい、では BGM も下がったところでいきましょう。幸せだな、甘髪。僕は君と一緒にいるときが一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろ。なんかわかった。この後なんかね、歌が流れてきそうな。君はそれです、それです、おおさすが。きたきた。あのね、ナルトラね、最近このイケメンボイス、イケメンボイスで言われて、ちょっとあれだな、はい、お前今置きに行ったな。置きに行きましたね、ちょっとね。なんかちょっとやらしさ感じてたな、おい。もうあのくにちゃんさんももうよくないよーとね。ドギアウザさん、えって言って面玉飛び出したね。あのツイキャスのコメントいただいてますけど。出だし噛んだからね、まずね。そうですね。沖縄ちょっと一瞬ね。沖縄にまるジョーさんが噛んだついでにおえって。月通ですよ。月通ですね、もう。やっちゃったね。何アウトになるんだこれ。はい、今日のナルトラの仕事終了。終了です。お疲れさん。まだ。今頃アレックスさんはナルトラのあの声で何かしてるんでしょうね。ね、何か手を伸ばしてね。はい、はい、ありがとうございます。本当に。生かしてくれてます。僕をこの番組で。あれ、生きてると思っている。あれ、あのこの後もしかしたら死ぬかもしれないよね。この後のコーナーで。はい、じゃあ。メールいきますか。いきますか。はい、はい、ラジオネームエイミー姫です。あ、ありがとうございます。フリムーンのスタッフの皆さん、ゲストのともやくん、はい、名古屋のスタッフの皆さん、ゲストの若菜さん、フリムーンズの皆さん、お疲れ様です。はい、似てるですね。私はよく年配の方に、あなたは藤恵子に似てる、明るい藤恵子って言われました。居酒屋に行ったら、あなたは明日はなまる早いでしょって、うん、岡江久美子に似てると言われました。同級生には、少し愛して長く愛して、 CM でおなじみの大原玲子に似てると言われました。私に似てる人たくさんいるねって、うん、まあ、でも、ね、でも美人だ ね美人だからいいんじゃない、綺麗な人ばっかりで、ね、まあ、恵美姫さん僕もお会いしたことありますけど、うん、まあ、分かります分かります分かりますみたいなね。藤恵子なんか分かるね。はい、藤恵子分かる。はい、ほんとそうですね、うん、いやでもこんなに似てる人っているんですね。でも有名人で、ね、こんなにいっぱい言われる人がいるってことが衝撃だけど、うん、そうですよね。あるこんなに。僕は全然ないですね、本当に。ナルトラなんか言われたことある？僕学生時代にはなんか石田一世に似てると言われたことはありますけど、うん、それもまあ2人ぐらいで、おうでしょうもうこんなね、あのおっさんになったらね、全然そんな面影ないと思いますけれど、うん、石田一世ももうおっさんだよ。まあね、もういろいろ事件起こしましたしね。グイグイ来た。はい、ということで。そうなんだ、ナルトラ石田一世だった。いや本当に20年前ぐらいは。はい、誰も想像つかないと思いますけれど。はい、トマヤ君は何かある？僕が直接似てるって言われたことはそんなないけど、うん、あの僕が思う似てるは、うん、リスナーのひふみさんと、うん、まあ、くもじ西町でおなじみの、うん、あのヒプさんの声が似てると個人的には、ああ、そうですね、個人的にはですけど思うね。なんか雰囲気も似てる気する。あの独特な喋り方とかさ、うん、はい、声も似てるし、うん、あの言い回しとか、うん、なんかあの同じなんかこう、うん、空気雰囲気感じるなっていうのはありますよね。そう、なんか2人で飲んでたら、うん、一日中喋れるだろうな。喋れるよ、絶対に3時間くらいいけるんじゃないかな。いやもう、うん、3日未満いけるんじゃない。今ちょっと思い出したんだけど、ナルトラさんと、うん、はい、ダンサーズさんの声似てる気がしました。おー、なんか、おー、なるほどね。そうそうそう、
なんか大以上のコメントが今思いつかないのが残念なんですけどね、非常に声で言われるのってやっぱりね、つめこならではだよね。そうですね、そうなんだ。エコさん、エコザイルさんとエケペさんの声もちょっと一瞬似てる。うん、そうなの、似てる。へー、これは初耳。でもイケペさんがちょっと高き、あのこの声のキーが高いかなみたいな。あ、そうですね、そうそう、あの微妙にですけど、あ、でも棒読みの時は低いよねやっぱちょっとこう緊張が入った時の、はい、うん、OK、 じゃあ、ね、あといついっちゃう。はい、ついちゃうよ。ほい、これは、フリムーンの皆さんこんばんは。最近、はい、内地で話題の映画、うん、カメラを止めるなにどっぷりハマっている四国徳島のラジオネームバーモントです。はい、ありがとうございます。沖縄では31日に公開予定なのでよろしくです、うん、ポンってあれ、さてテーマ似てるね、うん、私顔が有名人の誰かに似ていると言われたことはありません。ですが声が地元のテレビ局のアナウンサーに似ていると言われたことはあります。なのでよくイベントで朗読やナレーションを頼まれることがあるんです、うん、一度皆さんに聞いてもらいたい。でもここ数日クーラーに当たりすぎたせいで喉の調子が良くないのでいつの日か、ではではって。アナウンサーに声が似ているということは結構声いい方なんでしょうね。そう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 、ね、あれナルトラライバル、あれちょっといい声的にはライバルじゃない。そこつきますか、うんうん、いやでも徳島テレビ局1局しかないんで大体こう並べてみると、 あ、そうなの、はい、まあ、NHK の可能性ありますけどね。はい、そうなんだ、はい、まあちょっとバモンさんあったらね甘い言葉をまたナルトラが滑った週をちょっとやってほしいなと思います。本当そうですね、はい、じゃあ、うん、ここで姉さんが来てるかしら、来るんでしょうか。そうそうそう、うん、じゃあ CM 行っちゃって、うん、はい、じゃあ姉さん登場待ちましょう。はい、はい、皆様こんばんは。8月ラストのハイパル姉さんです、うん、今日テーマ似てるな、だって似てる、よく姉さんなんかあるオードリーって言われる春日ヘップバーンよ。 あ、そっちバカじゃないの白子ちゃんそんなムキムキしてたかな、ちょっとやだわよく言われるね、公設市場で買い物してたら、あ、ヘップバーンさんですか、なん今日も来てんの、暇人たちが。来てる来てる来てる、ほんと好きね。こんばんは、早原お姉様、スナックふれあいですレストラン早原え、何がどうしたの、今日の早原気なんの、レで、レで、レストラン早原これ名字と名前が逆になっちゃったパターンね、うん、あれね、じゃあこれ言っていいかしら、はい、二代目が潰したのよそうなの、うん、なんかふりあいさん情報によると数年前に店じまいした灰原町の老舗レストラン、そうね、灰原レストランをお姉様がリバイバルしたお店と聞きましたそうなんですか違うわよ、私権利売っちゃったもの、あ、そうなんだ、うん、今トマトになってんの、あ、はい、了解、だから2代目は気をつけてっていう意味ね、あ、なるほど、はい、埼玉のはちみつ一家です。灰原ビッキー、灰原地引き、レンカ、レンカ、恋の歌って書いて、レンカ
はいはいはい、うん、恋の歌と書いて恋歌ね、うん、ちょうどいいわ。あのね、歌を生業にしている子が今日来てんのよ。あら、あのうちの店から連れてきちゃった。あら、振っちゃう。じゃあ、ともやくん行こうかしら。恋歌。あら、そういう力技で来るのね。まさかの、まさかの。あ、そうか。ナルトラよりがっかりだわ。 あれ来た。まあいいわ、じゃあ廉歌ね、うん、はい、あの人ごとのように笑ってたナルトラ、うん、えっ、ここで本当に好きな人の前でないと歌いません。何言ってんの、あんた。 あれこの右並びバカじゃないの、あの子たち。自分で墓穴掘って入りなさい。はい、じゃあ気を取り直していきましょう。はい、はい、いきます。ラジオネーム鶴ヶ島カーズニー。はい、レオナルドクマ。あー、いたわね。元彼です。あ、そうだったの。あのね、ああいう見た目だけど、うん、すっごいソフトタッチ。あ、そう、全然クマじゃない。なるほど。そこは元気かな。はい、多分元気じゃないかな。ハイバルネーヤンフリムーンの方々、こんぬつは七グワチで愚装から来た女の子ですらナンパできなく、すっかり気持ちが運慶してしまった。ラジオネーム三代目メンソールブラザートムヤイビン。でしょうね。さて、今夜はレロレロでお願いします。レロレロね、うん、はいはいはい、うん、あのね、うん、これはブラザートムさんらしい。足りないの。レロレロではいかない。レロレロレロです。あ、3つ目が惜しい。なるほど。だからあなたずっとチェリーなのよ。こっちですか。ほんと来てるわ。進撃のメイちゃん、あら、今日もご出勤ありがとうございます。今日のハイバビキレ、今日もちょい怖いなるびきでお願いします。あら、このコント振るわよね。うん、またじゃあ、ナルトラ、ご指名だから、うん、今度こそちゃんと決めてちょうだい。いくよ、はい、レね。レオタード。レオタード。あれも動きやすい服装なのに、なぜか男はあらぬ想像を駆り立ててしまう女性の罪な服装です。はい、今の状態をレロレロと言います。足りないんです。だからチェリーなのよ。じゃあ、姉さん、あとツイキャス。すんといっちゃいますか。そうね、スイキャスやっつけて、うん、その後トモヤやっつけちゃうから。あ、いいわね。あ、バーモントさんが、レイトショー。エロいわ。あれ、そうなの。来てるわ。脳の中の銀のホタルさん、レッスン。エロいわ。じゃあ、姉さん、トモヤ君、トモヤ君、行っちゃう。エコちゃん、エコーちょうだい。いいかしら。トモヤに聞くわ、うん、週に何回。4回くらいかな。はい、次から日曜学園聞くときは、うん、あ、この子4回なんだって思いながら聞いてね。じゃあ私帰るわ、さよなら。バイバイ。月が頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオ。はい、ということで、うん、今日は週4回スペシャルでお送りしております。そうだね、素晴らしいね。てかさ、ファイブルネさん、うん、私が楽しみにしてた言葉言ってくれなかった。バカ。言われたいんですか。言われたいんですか。違う、ほら、前はさ、 M だったら放送始まる前に言ってくれれば、うん、ライバル姉さんも準備してたと思うのに。そこまで言わないで。池田さんに言ってもよかったな、うん、あ、じゃあ前のさ、なんだっけ、ほら、4月に来た時あったじゃない。はいはいはい、あの時、私が、なんか
本当にあの時分からなくって、あのそうちゃんとしなさいよ今度はバカっていうのがすごいなんかさあのインパクトが強くてさ、なんだ M シロ M やだったのか、 M シロ M やだったいいね。じゃあ日曜学園 の音声ど投稿しようかな、うん、ハイバル姉さんに頼んで何シンガー余裕でボツでしょうけど M シロ M やでーす怖い怖い怖いダメか、はい、このともやくんのビジネス爽やかを剥ぎ落としてやる爽やかさが、あのイケペイさんがつけてくれたなんだっけ、ビジネス爽やかし、ビジネス爽やかし、爽やかビジネスシンガー、もうドロドロしたところ、そのうちさ俺ヒンガーにならないように気をつけないと、うまいなおい、うまい普段そうなんだよ本当にねえ、はい、じゃあメールいっちゃいますか。はい、お願いします、はい。フリムメンバーの皆さんこんばんは、埼玉のはちみつ一家です。こんばんは、はい、こんばんは。テーマに似てる、水野美紀さんと広瀬アリスさんがそっくり、そっくりだからどちらでも OK です。どっちもウェルカムです。何がですか以上です。水野美紀と広瀬アリス、広瀬アリスっていうのはスーズーのねえねえでしょ、うん、そうそうそう、お姉さんね、はい、水野美紀、あーはい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 、うん、あ言われてみればうんうんうん、系統が一緒な感じしますね。そうだね。あ、じゃあよかったですね。二人に一つですよ。はいはい。どっちも出るかもあるかもしれませんね。ね、頑張って。はい、はい、ラジオネーム鶴ヶ島カズニー。はい、ありがとうございます。ございます。フリーラジンパーソナリティの皆さん、名古屋チームの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。8月ももう終わりですね。早いね。うん、今日のテーマ似てる。うん、昔。トンネルズの石橋貴明さんに声が似てると言われた時期がありました、うん、今は声変わりをして似ても似つかないと思いますね、かっこ笑、以上ですって。ほー、声変わりをしたら似なくなっちゃったってこと。男は変わりますからね、一回変わりますからね、面積あるからね、男性はね、そうなんだ。今ふと似てるで 思いついたんですけど、うん、大学院大学と中京大中京って似てますね。おお、言葉ですね。言葉が、いやいや、まあ、ふとただ思いついただけなんですけど。おお、はい、終わりです。まさかの、まさかのバカ。うまい、使い方がうまい。中央や。もう自分のものにしちゃった。行きますよ。はいよ。はい、ラジオネームが。うん。見てるだけのストーカーリスナーの水木、怖い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 、投稿してくれてるんだからもう見てるだけではないんですけど、で以前建築現場でポンプ屋にモーミーさんと似てるのがユリアスさーと思ってたんですよ、うん、して数年最近のニュース見てびっくり、生コン業界のドンとモーミーさん似てるけどまさかマジでです。すごいマニアックなところついてきましたね。生コン業界のドン、それは頭が似てるっていうのではなく、多分体つきも全部似てんだろうね。うん、どんなかな見てみたいね、まずね、まあ、もみさんの、ね、格好で想像がつくっていうことでしょうけどね、うん、これね、もみさん元気、うん、あ生きてるよとりあえず、とりあえず来てる、うん、ただちょっと痛風気味なのに、あの9月1日の金花壇夏祭りに向けて、あ、そうか、あのパタパタしてるということで、忙しくしてるわけね、あがあが言いながら、あがあが言いながら、はい、らしいです。そうなんだ、ですね、はい、リスナーの皆さん、ハギを見てすぐもう見って声かけのやめましょう。あの案外多いからね、これいるよ、あのいる、最初俺島上里と、うん、あーもう見どっちか最初わからんかった、ごめん、あーなるほど、後ろから見たらそっくりだから、あの絶対言われてるはずよ、体型といいよ、島上里さん言われてるんですよ、モミーとか言って、でそのたびにあの、うん、ピキピキっと、そう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 、だってシルエットなんて巨大チンチンですからね、うん、やめろ言いたい放題だな、ここでチーンっていう音があったらよかったのにね。あ、ない、ないね、今日ないな、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 ベルが消えてますね、チンチンがない、チンチンがない、あの、連呼しなくていいから、はい、この番組は9時に送る夜9時です、またギリギリ起きてるから、子供たち夏休みだからね、はい、ちゃう、はい、どうぞ、ちゃう、はい、進撃のめいちゃん、はい、ありがとうございます。最近、チェリーさんが少しずつ
滑り王子みたいになってきてるような気がしてます。おチェリーがチェリーを攻撃してるぞ、うん、おい違う、ねえまあ、欠席率高いですからね最近ね。ちょっとやっぱ代わりしてあげないとっていう上から目線かみたいな。チェリーなのに今日も期待しております。期待通りにいってるでしょうか。はい、そして似てる。以前友人に言われたのは、うん、イジリー岡田さんに似てるねって言われた。で今は兄貴からは髪型から北朝鮮のあの大統領の髪型に似てると言われました。大統領じゃないですけど、うん、大統領じゃないな。9月から髪型変えよう。では今日のチェリーさんへ無茶ぶりコーナー。来た。イケメンボイスでこのフレーズを言ってくれたら嬉しいです。いやー まさかメイちゃんにまでこんな。メイちゃんどうしてこの言葉を欲しがったんでしょうか。チェリー同士だから。ああチェリー同士、ね、きっとこのメッセージは熱いナルトラさんへのメッセージだと思います。お願いします。まあ、じゃあエコちゃん、じゃあエコ、はい、チェリーらしく妄想的にいきましょう、はい、俺からずっと離れるなよ。怖い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 。鳥肌立った人手挙げてください。はい、はい、めいちゃん、うん、やばい。めいちゃんに言っておきます、うん、めいちゃんが一番似ているのは、うん、荒俣宏です。誰だもうずっと思っていた。そしてめい僕はめいちゃんのお手振りの時のあの下手くそなウインクが大好きです。これからも続けてください。ほぼほぼ目をつぶっているように見えるわ。あれ大きいシュークリームです。やめなさい。ガシャってなってる。やめなさい。ガシャってなる。レベル振り切れすぎて大変してる。ツイキャスから沖縄にワンチュールさんが、うん、今日2度目の怖い上にまたおえ匂えいただきました。いやだからありがとうございます。メイちゃんが欲しがるからメイちゃんの耳元でささやくナルトラを想像したらこれを機に2人がお付き合いが始まるとか。いやそっちそっちっすか。ダブルチェリーで。なんで今はほらもう LGBT ですから。ドギーさんそうですね。那覇市はそうですね。那覇そういうバチ宣言してますか。なんでですか。あー分かるって。あー分かる。どれですかね。荒俣ですかね。シュークリームですかね。それともその前の巨大チンチンですかね。またこっちだよ。まあ、ドギーさんは多分そっちの方だと思います。そっちの方って、そっちの方って言わない。巨大の後に鐘を2回鳴らせばいいじゃん。あなるほど ね巨大。おいおい友也くん出してきたなおい。やばいな、はい、結構いいでしょそれって、うん、何がスマイルスマイルだよ。おい、違い思い出した。爽やかビジネス野郎だったね。そうだそうだ野郎なんだ、はい、このトークは西町では絶対聞くことができません。、はいはい、これで日曜日の朝の爽やかさ崩れてきた、ね。ちなみに、うん、あの金軽佐藤さんっていう、はい、あの、はいはいはい、からは、うん、爽やかズーズーしいキャラって言われてた。ね、ラジオで聞いたよ。あ聞いた、うん、あの佐藤さんがね。そうなんだ。うん、爽やかさを前にグイグイ出す感じ。全然そんな俺やってるつもりないんだけどな。全然多分俺こそ親じゃないかな。しかもほら俺って言ってるところとか、いやちっちゃいなおい。だんだん自信なくなってきた感じ。トモヤ君ブレンデブレンデブレブレだもん。バカ。気に入っちゃえ。自分にだ。しょっちゅう言ってる。今日反芻することによって自分のものに塩をパーして。思わず日曜朝に言わないでほしいですね。いやいや大丈夫大丈夫。ラボちゃんに言えばいいのに。いやいやいや。OK じゃあ行っちゃうよメール。はい。はい、フリムメンバーの皆さん、長屋チームの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。穴町のノリです。あ、はじめまして。はい、似てる。二十歳の頃、尾崎豊に似てるって数人に言われました。写真つけときますね。ついてる写真。うわ、想像できないな。へぇ。いやー、潮前潮後だな。あ、そっか、尾崎豊って、あ、俺、ゴルフの人と間違えてましたよ。もうジャンボ尾崎、それ。二十歳でそれに貫禄あったのかと。あー、なるほど、なるほど。似てるっちゃ似てるね。え、でもこの写真なんか…これがね、加工してないよね。長谷健二にも見えるけど、私。なあの方なあの方こんなに好きやのに釣れないなあなあってなあってなるの。そっちの方が似てるかもな。なんか似てるよ、のりさん。
ね、初めましてなのにありがとうございました。ありがとうございますじゃあ、ちょっといつもとは早い時間なんですけど、名古屋チーム呼び出したいと思います。今日は智也くん、はい、何か、あ、そう、だから今日はギターを交えつつちょっと名古屋を呼び出してもらっていいですか。今日はなんか ね、そのために今日は一応あの来たということで、じゃあ僕が呼んでいいんですか。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。名古屋はいさい八木先生ですか。八木さんだ八木はそうやいやいやいやこれ、カフ下げていいのかな、もう、うん、どうしてあー、よかった、名古屋側で教えていただきましたねチビアさん、カウントダウン TV をご覧の、あ、出た、これはやるんだこんばんは、こんばんは、こんばんは、ディーンです。おお、もう早くも月通ですね。ペース早いですよ、うん、はい、ディーン知ってますか。知ってますよ、うん、はい、知っているということにさせていただきますということで、はい、今日はですね、名古屋ではなく愛知県豊田市から中継しております。何ですか。愛知県豊田です。あ、はい、うん、はい、みな、あの、池辺さん豊田では何もなかったですか。おなんかどこかではってか、なんかないですね。はい、ないですか、はい、いや、あの、愛知県内あんなことこんなことで巡業されてたということを聞いておりましたので、あ、まあまあ、まあ、一時お世話になった時はありましたけども、まあまあいいんじゃないでしょうか、はい、うん、トヨタもあったかなと確認させていただきましたということでですね、はい、本日はあの ゲストを迎えておりますので、そのゲスト紹介をこの、みそなんとかさんにやってもらいます。はい、スタジオの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、味噌なんとかです。どうしたどうしたなんかいきなりこんな紹介になってしまいましたけども、今日はですね、スタジオにともやくんがいますので、はい、もちろんトヨタからは、この方に出演させていただきます。はい、若菜ちゃんどうぞ。はーい、どうもどうも、こんばんは。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 若菜です。若菜。はい。ようこそ。ようこそ。おいおいおい、ちょっと、ホスト気分やめてもらっていいですか。これ誰の番組なんでしょうか。ようこそ、ようこそ。ありがとうね、番組に来てくれて、本当に。ね、すいません、でもゲストの皆さんがね、本当に。まさかの逆転劇が繰り広げられておりますよ。ねえ、すごいでしょ。うん、濃ゆいでしょ。すごい。濃ゆいでしょ。ともやくん、自覚はあったんだな。うん。本当に、ね、はい、なんか、うん、ようこそって言われたら、うん、沖縄に行った気分になっちゃいましたね。あ、やったやっぱりそっかー、ねー、ねー、うん、はい、ねー、ねー、ともやくんとはね、はい、あれ2年前ですか、かれこれ ね、 ね、そうですね、2年前の、うん、あの24時間テレビの方で、はい、そうなんです、共演させていただいてね、はい、あ、テレビ、そっからなんか仲良くなっちゃいました。沖縄では放送されてなくて、うん、これね、愛知県の、そうなんですよ、愛知県のこの、放送局の企画で、つなぐ交響楽団っていうね、そうそうそう、そうそうそう、うん、グループっていうか、この団体で、みんなでこう一つの歌を歌ったっていうことなんですけど、その中で、若菜と自分がこのメインボーカル、若菜がね、メインボーカルで、そして僕がツインボーカルで、若菜はこのつなぐ交響楽団のリーダーだったんね、うん、リーダーで、そうなんですよ、うんうん、ねえ、はい、なんかね、 ちなみにその時は何を、あ、はいはい、この時はね、若菜なんだっけ、ん、若菜何歌った、その時は365本のマーチだったかな。違う、おいおい違うよ、はい、違うよ、水前寺京子か、 あれでしょ、はい、XJAPAN のくれないでしょ。あ、そう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 、違うよ、ほんとにもうなんか全然違うとこ行っちゃったよ。365日の紙飛行機誰の、はい、歌ったんね、誰の歌ですか。うん、そうなんですよ、これはもちろん、イケペ48っていう、え、IKP48 振りが雑滑り48、お黙り言われてますよ、 AKB48 ね。ああ、なるほど、 AKB 朝ドラのね、主題歌、へえ、うん、でも私がやったら多分ね、うん、AKB にはならないと思う。何になるの。OBK48 わかる OBK 何
おバカ。おバカ消えた。殴られてるホラー僕かな。これ持ちネタにしてるな。いやいや。バカなとは実はあの裏ラジオ裏ラジオ番組じゃないけどさ、バカ友ドットコムっていうね、勝手にうちら二人が作っている、ね、もう勝手にやってる、勝手にやってる番組が。勝手にやってるんだけど、うちら意外とガチなんだよね。ガチガチ本当に真剣にやってる、真剣におバカをやってるっていうね。おいいね。ネットラジオですか。ネット、いや YouTube に載ってます。え、なんていうタイトル、もう一回。本当にさ、若友 .com って、若はあの若いの、若なの若、はいはいはい、若いっていう字で、私友は友達の友達の友、そうで本当に .com で普通に .com .com。 おお、そうねえねえ、沖縄でいっぱいやった ね、うん、そうそうそう、うん、あの卒業旅行で沖縄行かせてもらってね。若菜ちゃんは高校卒業したばっかりなので、沖縄に、そうなんですよ、4月、あ違う3月だ、3月に、3月、はい、え、今年の、今年の、あ、今年の、そうそうそう、まだ若菜ちゃん若いのに喋りしっかりしてんね。しっかりしてる。いや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 、すごいんですよ。だってラジオ番組持ってるから若菜は、うん、へぇ、そういう理由じゃなくて多分、うん、あの実年齢は18歳だけど、うん、精神年齢が81歳なんでございますのよ。ここでこまかわさすがですね、これね。なんか、ど、なんとかマリちゃん地獄を見るわよ。受けてるよ、すごく。ね、はい、で、うん、あの、81歳、あ、まあ、簡単に自分を紹介するとすれば、はい、あの、若菜、年齢18歳、精神年齢81歳、顔は本田美奈子に似てるかもしれないみたいなね。おー、すごい。今日のうちのテーマとも絡めてくれて。いいねー。ねえ、ね、似てるよね、ともやくん。はい、とっても似てますね。なんだこれ、なんだこれ、この圧、圧みたい、見てものを感じるんですけど、これ主従関係がはっきりしてますね。歌声似てるんだよね、とってもね。歌声すごく似てる、歌声。アメージングウェイスと、うん、そう、そう言われたら聞いてみたくなるんだけどな、そう、ね、ちょっと若菜ちゃん、ひとふしさ、アメージングウェイス、あらま、うん、あらまってあらま、あらま、びっくりだわ、はい、え、歌ってみて、これは、うん、歌っちゃうっていうことなの、うん、え、今それ以外の言葉は走ってないんですけど他にどう捉えましたか。アメージングウェイスディスってみてって言いましょう。じゃあ、ちょびっとだけね、うん、まだ時間大丈夫、うん、大丈夫よ、はい、大丈夫です。じゃあ、はい、急いで歌います。急いで。アメージングウェイス、ハースイナルタラのさっきのあれよりめちゃくちゃ鳥肌立ってますよ。違う意味で、うん、あーすごい、こんなはずじゃっていうか、いい声だよね。予定外でちょっとびっくりしてますけど、いやいや、若菜ちゃん、あのツイキャスで今いろんな人が拍手入れてますよ。はい、クラッカーも入ったりしますね。振りも始まっていないじゃん。ね、普段こんなの入らないですからね、この番組ね。ね、はい、本当にあの、ね、いろんなところで、まあ、最近歌わせてもらっててね、あの、はい、じゃあ、あの、若菜ちゃん、なんか告知があれば、ぜひ。はい。じゃあ、今から告知をいたします。9月2日、何曜日だ？日曜日。トヨタの下山のブルーベリー農園っていうところなんですけど、
さすがにちょっとともやくんは沖縄からは飛んでこれないと思うんですけど。ラジオだしなー。はい、あのね、そこで、あの、イベント名がですね、若菜 with B というイベントです。ほう。35億。あの、ちょいちょいぶっこんでくんな。あのね、すごいぶっこむでしょ。そう、あの、そう、若菜 with B の B は、ブルーベリーとバーベキューなんです。はい、そこで来ました。ブルーベリー農園で美味しいブルーベリーが食べれる、そしてあのバーベキューもできる、そして若菜の歌が聴けるっていうね、三段拍子ですからね。皆さん、ちょっとあの沖縄からは飛んでくるのは難しいかもしれないですけど、心だけ飛んでいただけたらと思いますし、はい、まぶい飛ばして、もし愛知県の方でね、バーベキューしに来ます、うん、はい。私のお肉がなくなってたらみんなの、うん、歌に集中してください。参加したい方はどのように申し込んだらいいでしょうか。あ、参加したい方はですね、若菜のホームページからにあの全部載ってますんで、あのそれを若いっていう字に渚ってで、若菜なので、そのホームページを見ていただければ、詳細がわかるかなと思います。で、これ電話番号とかも言った方がいいの？どうする？あ、じゃあホームページを検索していただければと思います。そしたら全部載ってるよね。全部載ってます。はい、そうですね、はい、というこ。ということでですね、すいません、時間になりました。はい、すいません。はい。ということでですね、はい。今日の中継は愛知県豊田市からでございました。うん、はい。はい、ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。いやー、はい、端々に出る言葉のチョイスがちょっと古臭い感じしてるんですけど。あの、これこそ本当に雰囲気が似てる、うん、若菜と、あの自分でもそれは思う、うん、なんか昔からずっと会ってたんじゃないかっていう。あ、なるほどね。全然10年もならないっていうか、もうまだ会って 2,3 年しかならないんだけど、本当にもう話が合うし、もう空気も合うし、ね、このタイミングも合うし、この好きなものが似てたりとかするか、ジャンルとか似てたりするんだよね。で、僕にとってはもう本当にもう最高の友達でもあり、もう本当になんか妹みたいな存在でもあり、でちょっとライバルかなっていうところあるけど、でももう僕にとってやっぱいなくてはならない、もうそんな、へえ、じゃあ方です。そんな、さっきは若菜ちゃんがいろいろ告知してくれたんで、うんうん、次はもうともやくんの告知、はい、僕の場合はお願いします。まあ、定期ライブが2つあります。はい、1つ目ですけど、まあ、今度の土曜日になりますが、9月1日ですね、毎月第1土曜日、はい、夜7時からですね、八重瀬町の方にある、コーヒー三昧ポエムというところで、ライブをしております。7時からね。ここはまたあのクラシックの ねピアニストの方も、一緒にやっているということで、またあのちょっと違ったライブが見れると思いますね。もしよかったらあの南部の方へ足を運んでみてはいかがか。美味しいコーヒーがあの飲みながら、見ることができます。はい、はい、そして、第3土曜日ですね、はい、は読谷にあるホテル海の国富谷というところで、定期ライブをやっております。これは夜8時からということで、ございますのでね、はい、そちらの方にもぜひ足をお運びください。お願いします。はい、はい、じゃあ、ともやくん、はい、何か一節いきますか。一節、じゃあ、若菜さっきアメージングレース歌ってくれたんだけど、じゃあ僕、じゃあフォークでちょっと吹きの塔の歌をね、はいはい、じゃあ一番だけいけるかな。優しさとして思い出としてという歌です。あ、じゃあ、はい、聞いてください。優しさとして思い出として、青春は通り過ぎた昨日の
風のように、もうあなたは冗談も言わず、9月のことにかかりきりみたいで、夜の街は寂しすぎた、昨日の風のように、爪の伸びた小指を噛みながら、こぼれる涙に言い訳していた。知らないこととはいえ短すぎた、僕が一年離れているうちに、あなたが、あなただけがこんなに変わるなんて、あなたが、あなただけがこんなに変わるなんて。サビで分かった、ね、はいはい、そうそうそう、優しさとして思い出として、すごい若菜ちゃんの時に続いてまたツイキャスでも拍手の嵐ですね。 ありがとうございます。いや週に4回もやってると思えないぐらいの美声。トマ君これ週3に減らしてもっと練習して、うん、週に3に減らす。そして日曜日にラジオとかやった方がいいんじゃない、うん、いいかもね。 あと南城市とか読谷でライブとかやったらいいんじゃないかな。金曜日の夜7時とか日曜日の11時15分あたりにやろうかな、うん、どっかでどっかでどっかで、はい、パレットくもじの屋上とかおすすめですよ。パレットくもじの前広場では毎年やってるけどね。あ、そうだよね。これツイキャスで、はい、北海道のじゅんちゃんだったかな、うん、はい、じゅんちゃんが行った、行き過ぎて、行き過ぎた、うん、行き過ぎた、これかな、ともやくんこんな振り歌知ってるんだって、懐かしいって。あ、そっか、吹きのとうはね、北海道出身なんだよね。あ、へぇー、そうそうそう、だから北海道のじゅんちゃんこんなの、うん、山木さんが札幌っていうところで、細坪さん、今あのメインボーカルの細坪さんが、細坪さんって聞いたことある、そうそう、よく沖縄に今度もまた来るんですけどね、 4PM にも、そうそう、 4PM にもほら来るでしょ、はい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 、細坪さん、うん、は、雨竜郡だったかな、ちょっと、うん、そうそう、の出身だった、うん、そうです。ともやくんギターは独学なの？そうですね、キーボードもギターも三振も全部自分でです。わあ、すごいな、なんかもう、うん、好きな時にこうもう弾いて、うんうん、好きな時に遊びながら、うん、やってます。時々こうお酒飲んだ後にちょっと、はい、お酒入ると弾きたくなって、おい、自分一人の部屋で弾いてたら隣からコン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 ってクレームが来るんで、家の中で、あ、やばい、うるさいとか言って、はい、ということで、今ね、これもう いいね、歌が2曲流れましたけど、この番組、はい、FM ギノワンからお送りしております。はい、どうした、いや、今ちょっと、ツイキャスでなんか、埼玉南民間放送局さんっていう方がラジオ局ですかこの番組って、あ、これは褒め言葉として受け取りたいと思います。お茶の間からじゃないんだよね。そうですね、なんか居酒屋でやってるみたいな雰囲気的に、確かに、ね、実際飲みながらも放送しますからね。そうですね、はい、半年に1回ぐらいはね。本当だよ。じゃあ来週のテーマいきますか、うん、じゃあ来週のテーマはオリンピック、はい、はい、大きく捉えてくださいね、うん、こんなオリンピックあったらいいなとか、うんうん、オリンピックにあの時のオリンピックのあの選手、ね、すごい残ってんなとか、ね、そう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 、ハイパーオリンピックってゲームあったな、ありましたね、本当に懐かしい、ありました、タモリンピックもあったなとかいろいろあるね、いろいろあると思う、オリンピックでいろいろお待ちしております。ちなみにハイバビキはロロ
ロです。ひねりひねってお願いします。ともやくん、手短に今日のコメ感想お願いします。今日も一日楽しかった。またフリムンラジオよろしく。おー、米安みたいな。いい、ありがとうございました。そんな広い会場じゃないのに。アリーナアユ、アユ、今のアユ、ね、で、沖縄にワンチュールさんからさ、春、うん、水さんなんか週3なのに、うん、さすが週4のともやくん。そうね、ちゃんと記録してたんでしょうか、ね、何でしょうか、これは数がすごいできた数の勝負なんでしょうか、わからないし、思いつきに行ったんだけどな。で、判断するのはね、ともやくん次第だな。もう数じゃないですよ、あの質のいい1回です。それです。どうした、うん、ティッシュは3枚です。あ、どうしたどうした。はい、なん最後の最後に、うん、ということでこれで締めになります。今日はまさかのこれが、はい、はい、ありがとうございました。イケペイでした。はい、シロコです。はい、ナルトワでした。トモヤでした。エコザエルでした。はい、はい、ではまた来週です。バイバイ。来月から9月、来月から9月、来週から